ゆっくりで語る、珍兵器。明けましておめでとうございます。そして、今日珍兵器、解説のさぎりだ。今年もよろしくね、コンパンジャントラム。方の綾野だよ。もうゆっちんが人生の何割ってレベルで続いてるせいで、そろそろ今年で何年目って数えるのが怖くなってきたが、また新しい年を迎えられたことを大変めでたく思っているぞ。これもひとえにみんなの応援のおかげだから、繰り返し感謝申し上げるよ。というわけなので、今年こそ YouTube のチャンネル登録者数十万人を目指したいところだ。あとは一つくらいミリオン再生の動画が欲しいところだね。もちろんニコニコでも去年末みたいなイベントがあれば、受賞を目指したいと思っているぞ。今年もいろんなことができるといいな。あと案件がもらえると嬉しいなって。急に生臭いのやめろ。さて前回のゆっちんの前説で触れた通り、今回は去年から編集し続けた資料を元に作っているんだが、動画化にあたって結構な内容を割愛しているぞ。なんせ資料の前半だけで2万字超えてるからね。そのまま動画原稿にしたら状況もいいとこってわけ。割愛した内容を含めて清書した資料は、何らかの形で公開するとは思うので、気になる人はそちらをお待ちくださいとのことだ。なんせまだ有料公開にするか無償公開にするかも決まってないからね。というわけで行ってみよう。今回の珍兵器はこちら。シャール B1 だ。いや結局こいつやるんかい。いやね、本当は初期の試作者とかに限って紹介しようと思ったんだけど、戦艦機や対戦中のどのフランス戦車を調べてもこいつの存在に勝ち当たるから、いっそこの辺でちゃんと紹介しておこうかなと。そんなに。そのせいで今回 B1 の解説なのにかなりの数のフランス戦車にも触れることになる。なった。だからこんなに尺が長いのか。しかもこれで前編っていうね。ひえ、そんな B1 開発の歴史は、1917年にシュナイダー CA 戦車の新型が計画された時まで遡るぞ。ほぼフランス戦車の誕生まで遡ってるじゃないですか、やだー。というわけでフランス初の戦車として有名な CA-1 だが、小さな同胞であるルノー FT と比べると、印象が薄いという方も多いのではないかな。そりゃあっちは戦車界隈に革命を起こしてるからね。しかしフランス軍は当時の最高傑作と言えるルノー FT に、決して満足していなかったんだ。そうなの？というのも車体が小柄であるゆえに、小銃弾に対応するレベルの装甲しか施せず、37ミリ歩兵砲より大きな武装を搭載することも困難だったんよ。なるほど。ゆえにフランスの戦車製造の父ことSTN将軍は、より厚い装甲と強力な飛砲を備えることができ、それでいて重戦車より安価な中戦車の時代が来るとの結論に至ったんだ。実際正しい。そしてシュナイダー CA-1 は同期の中戦車では最も優れた車両だったので、フランス軍はその改良に大きな力を注ぐこととなるんだ。まあ比較対象がせいぜいホイペットとかだもんね。改良にあたり洗い出された CA-1 の欠点としては、車体が長すぎること、その割に機種が突出しており、調合性能が低いこと、砲の搭載位置が悪く、車角も高負荷も制限され、射程が短いことなどが挙げられ、これを踏まえた戦闘重量が 13.2 トンから 15.4 トンまでの設計が数点、1917年5月1日に提出されたぞ。1917年4月16日のニベル構成での悲惨な初陣から、一月と経たない時期だ。これらの設計のうち特に注目されたのが、円形砲塔に 47mm 砲を搭載する設計番号1と、車体前方に M1897、75mm 砲を搭載する設計番号2だ。暫定的に1号、2号と呼ぶことにするね。この2つは同月11日に突撃砲諮問委員会に提出され、会議の結果1号をベースに、砲塔に 75mm 砲を搭載する方向で改良が進められることとなったんだ。まあ砲塔に 47mm 砲を積むのは1917年3月にシュナイダー CA2 でやったもんね。この改良版1号は、同年7月5日にはシュナイダー CA3 と命名されて設計が発表されたが、保険として車体に 75mm 砲を搭載する、いわば改良版2号的な設計も制作されていたぞ。プラン B は大事。古事記にもそう書かれている。そして意外にも採用されたのは保険の方であり、こちらの設計がシュナイダー CA3 として採用され、400台の発注が出された上で試作の準備が進められたんだ。当時の技術で砲塔に 75mm 砲を積むのは無理があったか。しかし戦争の終わりも見えてきた1918年2月になると、ルノー FT の生産を阻害してしまう可能性から計画は凍結され、その後完全に中止されてしまったぞ。仕方ないね。しかし中戦車のニーズは依然として存在しており、終戦後にそれを正気と見たドローネベルビル社が試案として開発したのが、この戦車だ。名前はないのでドローネベルビル中戦車と呼ばれてるな。知らない会社だ。
ドローレベルビル社は対戦中にルノー FT の生産や、それをベースとした砲兵トラクターの開発に携わった、フランスの高級車メーカーだぞ。はい、この砲兵トラクターは 155mm 榴弾砲を搭載したまま射撃可能と、後のバックエントレーガーに近い構造で、これに興味を持った軍によって1918年10月頃に試験されたが、終戦が確定していた状況もあり、開発は中止されたようだ。もし完成してたらめっちゃ先進的だったんやろな。そしてドローネベルビル中戦車はこの砲兵トラクターの足回りトルノー FT をベースに開発されており、車体に SA18-37mm 砲を備える乗員3名、全長5メートル、重量 14.3 トンの車両だったぞ。ルノー FT では砲塔に積んでた砲を、なぜ車体に？まあほら、一企業の試案だから、使えるものが限られてるのよ。というわけでこの戦車が採用されることはなかったが、これに触発されたエスティエンヌ将軍は、戦闘戦車の構想を生み出したんだ。日本語にするといまいち締まらないタイプの言葉だ。そして1919年5月の覚書で、戦闘戦車の役割は敵の要塞や砲陣地、戦車を破壊して前線を突破するものと定義されたぞ。なんかどっかで聞いたぞそれ。TOG シタデルのことか。ってわけで実際 TOG 計画は D1 の影響を強く受けているらしい。まあ想定してる戦場が共通してるもんね。というわけで戦闘戦車は一次大戦の戦訓を色濃く反映しつつ、経済面も考慮したものとなっており、簡単に言えば突撃砲と戦車の役割を、同一の車両で果たそうとしていたようだ。戦艦機兵器あるあるじゃん。そのためこの戦闘戦車構想に基づく新型戦車は、主砲を車体正面に搭載し、砲塔は不要で、あっても機関銃より大きな武装は搭載しない、13から 14.5 トン級の3人乗り車両となることが決定したぞ。シュナイダー CA-1 サイズまで縮めた三車門突撃戦車みたいのが出てきたぞ。なお一部仕様が、戦闘戦車という言葉は正式な呼称ではなく、戦術的な概念を指すとしているが、フランス語が難解すぎて真偽のほどはわからん。これもうわかんねえな。開発の準備は1920年に開始され、翌1921年には先ほどのドローネベルビル社や、三車門突撃戦車の開発で知られる FAMH、FCM、ルノー、シュナイダーといったメーカーによって開発が開始されたぞ。なんか参加メーカー多くない？一次大戦終結で小さくなったパイを奪い合ってる感じ？一応 SDN としては、これらのメーカーが協力して開発を進めることを望んでいて、各メーカーと SDN 協定と呼ばれる契約を結んでいたんだ。結ばれた謎の協定、その正体を探るべく取材陣はセイヌ側の口に飛んだ。内容としては、開発された戦車の特許は、メーカーではなくフランス政府の所有物となり、開発完了後はメーカーが受注生産を担当する、といったものだったぞ。なるほど、それなら協力しても。まあ実際に協力したのはシュナイダーとルノーのみで、残りのメーカーは独自に開発を進めたんだけどな。おハーブですわ。なお当初の契約では最初の発注は120両となる予定で、ドローネベルビルが10、FAMH が15、FCM が15、シュナイダーとルノーが30を受注したとかなんとか。少々トラヌタヌキの皮残量感があるな。しかし、ルノー FT をベースに新型車両を作るのが精一杯だったドローネベルビル社には、一から戦車を開発する能力はなく、試作にすら至らず脱落してしまったぞ。結果的にトンビに油揚げをさらわれた。ってこと。その一方で開発を継続したメーカーには、正面 25mm 以上、側面 20mm 以上の装甲を施すこと、機銃を搭載する砲塔を備えることといった要求が追加され、所定の重量で製造することが困難になってたりする。使用の後出しやめろマジで。これに対する各メーカーの答えは様々で、STN の要求に最も沿った戦車を用意したのは FAMH だ。あの三車門のメーカーね。大体のスペックは画面に表示した通りで、当初 14.5 トンまでとされた重量は 2.5 トンオーバーしているな。先が思いやられるね。またフランス戦車らしく、砲塔に配置された車長派重種も兼ねているぞ。結局二次大戦で降伏するまでずっと、車長のオーバーワークに定評のあるフランス戦車よ。しかしそれ以上に報酬を兼ねるドライバーの負担が問題で、すぐ足元に配置された主砲を時には車体ごと動かして照準する必要があったっていうね。ブラック戦車だ。足回りはイギリスの中戦車マーク D の影響を強く受けており、スネークトラックと呼ばれる、ケーブルに固定したことで横方向に自由にスイング可能な履帯を採用し、それに空気圧式ショックアブソーバーを組み合わせているぞ。そういうのもあるのか。また同様の足回りを持つアメリカの M1922 中戦車のような木製の干渉板が履帯に取り付けられたようだ。木製で強度大丈夫？大丈夫じゃないよ、全然大丈夫じゃない。すぐに摩耗してダメになる。ですよねー。一方最も軽い戦車を用意したのは FCM で、その重量は 15.6 トンだったぞ。一番軽くて1トン以上オーバーか。
最高速度は時速 17.4km と FAMH より若干遅かったが、代わり 275km という倍以上の航続距離を誇っているな。FAMH はどんなもんだったの？ 70km と全試作車で最も短いぞ。燃料積むスペースがなかったんか？さて FCM21 とも呼ばれるこの車両も、抽選車マーク DIM1922 の影響を受けた足回りを持っており、スネークトラックのみならず、ケーブルスプリングタイプのサスペンションを採用していたようだ。これはその名の通り、バネ付きのケーブルを用いたサスペンションなのだが、上調性がないので故障から行動不能に陥りやすい上、ケーブルが摩耗しやすいという欠点があったぞ。メリットは？個別の天輪にスプリングをつける必要がないことと、不整地に強くなることっぽいな。でもすぐ摩耗してダメになっちゃうんじゃなぁ。そのためアメリカの M1922 抽選車では、ケーブルの代わりにチェーンが用いられたので、FCM21 でも同様の改良がなされたとされるぞ。なお文献でも詳細までは不明とされた模様。そんな FCM21 の砲塔は、FCM2C の後部砲塔が有用されているらしく、容積が他と比べて明らかに広いので、社長は比較的快適に任務を果たせたと思われるぞ。でもワンオペなんだよな。また主砲は車体右側にオフセットされており、運転試験砲手と整備士がその左側に配置されたようだ。やっぱり運転手の労働環境がブラックだな。そして共同開発を決定したルノーとシュナイダーは、SR-A と SR-B というよく似た2つの戦車を用意したぞ。なお SR はシュナイダー、ルノーの役で、要するに共同開発車両 A、B 型程度の意味となるな。協力はしてるけど微妙に独自色出してくる感じか。両車は部品や構造なども共通化されており、正面装甲は仕様よりも厚い 30mm に強化され、戦闘重量は19トン級だったぞ。いよいよ仕様を無視し始めたなこれ。砲塔は共にシュナイダー製で、後に D1 戦車に搭載される ST1 や、その改良型である ST2 といった砲塔のベースになったらしい。シュナイダー砲塔の役みたいだよ。 SRA はルノーがブローニュ、ビアンクール工場で開発した車両で、車内名称はルノー JZ。 スペックは画面の通りだ。エンジンの馬力がさっきの2つより大きいね。なんでも、12気筒の航空エンジンを分割したものに基づいているとされるが、具体的なエンジン名まではわからなかったぞ。そっか、足回りはやはりスネークトラックに木製のパッドを備えたものを採用しているな。そんなに魅力的だったのか抽選車マーク D。 しかしサスペンションは板バネ式で、後輪が前輪よりも高く取り付けられるという珍しい特徴もあったぞ。なんでそんな配置にしたんだ？これがわからない。最大の特徴は極端なまでに右側にオフセットされた 75mm 四方で、水平方向の車角を完全に犠牲にすることで、運転試験砲手に十分な空間と視界を与えると同時に、開口部の面積が減って防御面でも優位だったそうだ。でもそれは運転手の負担とのトレードオフなんだよな。対するシュナイダー設計の SRB は 75mm 榴弾砲ではなく、47mm 砲を主砲としていたぞ。マジで使用無視してんなおい。この砲はオチキス3ポンド速射砲の名でも知られる、50口径 M1902、47mm 海軍砲の方針を延長し、初速を毎秒690mから750mに高めたもので、対応再火力を重視したものと思われるな。榴弾火力は犠牲になったのだ。しかし長い方針は車体前方に突出しており、地形にぶつかるなどして損傷する可能性があったぞ。その辺三射門突撃砲から成長してないのやめろ。また足回りには、ルノー FT から着想を得た金属製の履帯が使用され、これにリーフ式サスペンションや、ネーダーと呼ばれる油圧ステアリングシステムを組み合わせることで、車体を動かしての照準を容易かつ正確にしていたようだ。これがなきゃ始まらないだろってものが、ようやく出てきたぞ。こうして出揃った試作車たちは1924年5月13日に発表され、共同テストが翌1925年3月まで続いたが、やはり4社4用の欠点を持っており、結果はいずれも不満足なものであったぞ。まあ、そうなるな。まず、要求に忠実だったので SKN のお気に入りだった FAMH 車は、運転が非常に難しく、故障も多かったようだ。要求に忠実かっこ欠点が出ない保証はないだったか。続く FCM21 はギアボックスが特に故障しやすく、SRA も足回りに問題を抱えていたぞ。SRB 以外全員走行装置周りに爆弾抱えてるじゃないですか、やだ。そもそもこれらが参考にした抽選車マーク D の走行装置が何ありでな。対策の木製パッドも気休めだもんね。一方 SRB は持ち前の走行装置の実力を存分に発揮し、少なくとも走行試験では最高のパフォーマンスを叩き出したぞ。成し遂げたぜ。当初は最も優れた試作車を採用するつもりだった SKN だったが、そこで一度全ての車両を不合格とした上で、新たな要求を提示することにしたんだ。
開発を終えて試験を受けた試作者たち。結果からか、不幸にも全ての試作者が落第してしまう。フランス軍の将来への責任を負ったメーカーに対し、フランス戦車開発の父、SGN 将軍が言い渡した新たな要求とは？内容としてはルノーのエンジン、シュナイダーの走行装置、FAMH のクラッチシステムといった各車両のいいとこ取りをした上で、走行圧を正面40ミリ、側面30ミリ、上面20ミリ、底面15ミリに強化した19から22トン級の戦車を開発せよといったものだな。めっちゃ真っ当で草。戦車だけに同じ鉄を踏まないため、新たな車両は4社が協力して開発することとされ、ルノーに計画全体の統制が委ねられたぞ。やったぜ。こうして戦闘戦車計画が再びスタートを切り、計画には機密保持のため、トラクター30の秘匿名称が与えられたんだ。機密保持目的の秘匿名称ってロマンだよね。そして1926年初頭に木製モックアップが完成したトラクター30は、SRB をベースとしながらも様々な点が変更されていたぞ。その内容やいかに？まず FCM21 を参考に離体周りのデッドスペースを廃し、車体を取り囲むように離体が配置されているな。合わせて駆動輪が大型化され、車体長が40センチ伸びたりしてる。やっぱり兵器って要求性能が増えると大型化してくんやな。加えて運転手の視界を改善するため、運転席が FAMH 車のように一段高い配置となり、無線機とオペレーターが追加され、乗員が4名に増えたりもした。実際戦車にとって無線は大切。連携相手が司令部でも歩兵でも戦車でも。まあ、この後量産車に搭載される1932年型 ER53 無線機はモールス信号しか送受信できないし、一部が音声通話もできる1938年型 ER51 無線機に乗せ替えられたけど、そっちはそっちで何ありなんだけどな。な、ないよりマシだし。走行しているうちに予定重量は23トンとなり、試作車が完成する頃には25トンと、最初に計画された戦闘戦車の倍近くまで膨れ上がっていたぞ。どうせこのまま重戦車になるんだ。私は詳しいんだ。そしてこの新設計は承認され、1927年3月18日にルノー、FAMH、FCM の3社と試作車開発の契約が結ばれたようだ。あれ？シュナイダーは？別にシュナイダーは仲間外れにされたわけではなく、砲塔の製造などを任されていたぞ。選択と集中って感じだ。また FAMH は試作車1両に加えて、75ミリ砲2門の製造契約も勝ち取ったんだが、その後開発の遅れが原因で、車両の製造権をルノーへと譲渡しているな。もう、欲張って身の丈に合わない仕事を請け負うから。1929年1月にはルノーが最初の試作車である101号車を完成させ、同年3月まで追加の改造をしつつ試験が実施されたぞ。すでにモックアップ製造から3年経ってるんですが、それはこの車両はそんな木製モックアップとほぼ同一のデザインで、コストを抑えるために難航で製造されていたようだ。大体のスペックは画面を見てね。搭載するシュナイダー製の鋳造砲塔は MAC31、7.5 ミリ機関銃の初期モデルと思われる2丁の機銃で武装しており、コマンダー級ポラ、ペリスコープ等が備えられていたぞ。コマ？車体に対して砲塔が貧弱すぎない？リング径こそ954ミリだが、走行高は全周35ミリ、重量は900キロあるので貧弱ではないかなって。狭そう。車体砲は SRA でも使われたシュナイダー製75ミリ砲とされるが、後の生産型 B1 に搭載された75ミリ、SA35 砲のプロトタイプである可能性もあるとかなんとか。聞き覚えのない砲だ。SA35 はブール受工省が製造した歩兵支援用の75ミリ砲で、いつもの75ミリ砲ことモデル1897の36口径より、ずっと短い 17.1 口径の砲身が特徴だな。装甲貫徹能力低そう。実際、弾薬はモデル1897の 75×350mm をベースに開発された 75×241mm リムド弾を使用するので、多分そう。ってことは榴弾しか撃たない感じ？一応鉄鋼弾もあるが、砲を左右に旋回できないことも合わさり実質要塞攻撃専用だろうな。このままだと普通に突撃砲なのでは？まあほら、まだ試作1号車だから、1932年には砲塔に 47mm 砲積むようになるし。それがさっきの ST1 とか ST2 って砲塔な感じね。特筆すべきは FCM が設計した足回りで、片側16輪の天輪は前3つと後ろ1つは独立した板バネ式サスペンションを持ち、残る12個はコイルスプリング式サスペンションを持つ3つのボギーに4つずつ配置されているぞ。なんでそんなややこしい作りに？これは同社で以前に開発された FCM2C と多くの共通点を持つので、影響を受けている
ている可能性があるな。また出たなクソで片方当選者。なおサスペンションは車内から乗員がアクセスできる構造で、戦闘時でも整備が可能だった模様。そこ撃ち抜かれたらえらいことになるのでは？そのための重装甲よ。履帯とエンジンは試験結果が最も良好だった SRB の設計を発展させたものが使用され、この足回りのおかげで、25トン近い重量にもかかわらず、試験では 250km 以上の距離を平均時速 16.5km で走行して、もう大きな問題は起きなかったらしい。時代を考えたらかなり頑張ってるね。この試作車での試験は、細かな欠陥や故障による中断と、改良を繰り返しつつ1930年4月まで続けられ、総合的な評価は高かったぞ。やったぜ。しかしネイダーシステムによる旋回機構は耐久性が低く、これが問題視されたようだ。成し遂げなかったぜ。また続く2両の試作車は、試験結果のフィードバックを受けつつ製造が始まり、どちらも1931年に完成しているぞ。一丸二号車は FAMH から権利を譲り受けたるので、一丸三号車は FCM で製造されたみたい。また B1 戦車の名称が使われ始め、分類が重戦車とされたのもこの時期のようだ。やっぱり重戦車になった。しかしこの頃になると、以前から対立していた SGN と歩兵司令部との関係が、より悪化していたぞ。おっと風向きが怪しく。というのも当時のフランス軍は独立した機甲師団を持たず、また法律で全ての戦車は歩兵科に属すと定められており、戦車は歩兵を支援するものという考えが根強かったんだ。やっぱり革新派と保守派は古今東西を問わず対立するんやな。余談ながら、装甲戦闘車両自体は騎兵科も保有していたが、そちらは騎兵戦車として戦車とは異なる扱いとされたようだ。また大人の縄張りバトルか。なおこのような縄張り争いは各国で見られ、同様に戦車が歩兵科の管轄とされたアメリカでは騎兵科用に戦闘車という分類が設けられたし、我が国には騎兵科主導の92式重装甲車、とは名ばかりの軽戦車が存在しているな。やっぱ人間って根っこの部分は昔から変わらんな。さて歩兵支援用の戦車を欲していた歩兵司令部は、SGN の提唱した戦闘戦車よりも、装甲が薄くても大量生産できる軽戦車を望んでいたぞ。まあかつてのルノー FT での成功をこすりたくなる気持ちはわかる。なおこれには旧式化していた数千台のルノー FT を、少しでも早く新型戦車で置き換えたいという意図もあったようだ。思ったより切実な事情だった。しかも1928年には後の D1 戦車であるルノー NC3 軽戦車が試作に至っていたことも、話をややこしくしたぞ。というのも D1 戦車が砲塔に備える 47mm 砲は、歩兵支援任務には十分な性能だったもんでな。手近に完成間近の欲しいものが出てきちゃったか。さらに戦闘戦車全体の開発期間の長さも、SGN にとって楽風となったぞ。まあ D1 モックアップ完成の1926年から数えても5年、開発のスタートである1920年からに至っては、10年が経過してるもんね。当然、時間の経過とともに戦闘戦車に求められる性能も増えていき、1930年10月に開始された新世代の新型戦車開発計画によって、B1 から派生した車両が様々に計画されるに至ったんだ。お、迷走し始めたぞ。1932年1月には最初の設計として、上方針の 75mm 砲と 50mm の装甲を備える 35.5 トンの B2 戦車が登場し、続いて 75mm 砲は短いままで上方針の 47mm 砲を備えた45トンの6人乗り戦車である B3 戦車、果ては FCM2C のコンセプトを復活させた阻止戦車の流れを受け継ぐ WB 戦車まで計画されたようだ。何その阻止戦車って？阻止戦車は1928年5月に始まった。高初速の 75mm 砲と重装甲を備える40から50トン級の防衛用戦車の構想で、同年7月に大臣が好意的な反応を示したことから計画が始まったぞ。生地 FCM2C 製造の実績があるから一周できない。というわけで SGN は実績のある FCM に対して、今画面に表示してるような仕様を検討させたんだ。方が二問であること以外、微妙に実現できそうなのが腹立つな。しかし 2C や D1 のデータから分析したところ、この仕様では重量が100トンを超えることが判明したため、重量が70から80トンとなるよう変更が求められたぞ。絶対砲の数減らした方がいいってこれ。その結果、75mm 連装砲を備えた砲塔特動モーター2機を備えた戦闘車両と、発電機2機特動モーター2機を備えた給電車両を連結した戦車が計画されたんだ。どうしてそう変な方向に思い切りがいいのよ。しか
しかしこれは実用性があまりに低く、同年8月には固定戦闘室に初速850メーター毎秒の75ミリ砲を備え、正面走行120ミリを誇る60から65トンのプラン D が作られ、そっちの方向で進めることが決まったぞ。後のトータス銃突撃戦車みたいだね。なお翌1929年4月には実現性の低さから研究は中止された模様。知ってた。しかし同年6月には戦闘用戦車技術部門によって、初速400メートル毎秒の120ミリ砲を搭載する予備プロジェクトが立ち上げられたぞ。速攻で消えたけど。残党。そしてそんな阻止戦車構想を復活させた WB 戦車は、固定戦闘室に長方針の75ミリ砲2門と60ミリの装甲を備える8人乗りの60トン級戦車となったんだ。だから同口径の方を複数積むのをやめろ。が、1932年2月2日に始まったジュネーブ軍縮会議によって、B2、B3 ともども中止されてしまうんだ。あ、もうめちゃくちゃだよ。なおこの会議でフランスが、戦車の重量制限は92トンまで、と提案したことで、ドイツは、フランスが92トン級戦車を計画している、と勘違いし、重量92トン、乗員15名、155ミリ榴弾砲1門、105ミリ榴弾砲1門、75ミリ砲2門を搭載した、重戦車 D なる妄想の産物を、1935年の専門書に掲載するに至っていたりするな。疑心暗鬼ってレベルじゃねえぞ。一方、この間も B1 の試験は継続されており、レーダーシステムの代わりにイギリスのインディペンデント重戦車でも使われた、スイス製の油圧式ギアボックスを使用するテストが行われたりしてる。どっかからその情報を入手したのかな？多分な。また103号車では航続距離を向上させるべく、スイス製ディーゼルエンジンの搭載が試験されたものの、規定の出力を発揮できなかった上に振動がひどかったそうだ。おう、なお同時起動出力のフランス製ディーゼルエンジンも似たような性能だったらしいので、まだ時期的に戦車に詰めそうなディーゼルエンジンが成熟していなかったものと思われるな。オーパーツこと T34 のディーゼルエンジンすら開発中って時期だもんね。とはいえ、この試験結果は後に FCM36 を開発する際に役立てられたそうだ。得るものがあったならよし。1931年8月から10月にかけては、新型戦車をテストするための実験部隊が編成され、そこで B1 試作車は平均速度時速 12km、最高速度時速 22km と対抗馬の D1 戦車よりも快速を示したぞ。成し遂げたぜ。その後もエアサスペンションやギアボックスの変更、エンジン出力を272馬力まで強化、D1 戦車に搭載される ST1 や、その改良型である ST2 といった47ミリ砲搭載砲塔、各種無線機の搭載など様々に試験と改良が続けられたんだ。やったぜ。そして1932年末には、やや未熟な点もあるが実用レベルであると判断され、7両の製造契約が結ばれる運びとなったぞ。モックアップから苦節6年、ついに量産が、一方対抗馬の D1 戦車も、試験での高評価を受けて1930年から改良版であるルノー UZ が開発されており、同じく1932年に納入されているな。500な、このルノー UZ が後に D2 戦車と改称され、なんやかんやで採用されたりもする。まあ重戦車しかないのもそれはそれで困るもんね。しかしよりにもよってそのタイミングで、ジュネーブ軍縮会議の影響が D1 に対して容赦なく降り注ぎ、生産計画は一時凍結されてしまったんだ。タイミング悪すぎて草なんよ。影響の例としては、イギリスが戦車の重量制限を16トンまでに下げる提案を、1932年2月に出したことなんかがあるな。それまでは何トンまでだったの？1930年には、25トンまでとされたようだ。さて1932年の提案だが、これは同国の中戦車マーク3に基づく数値で、それより重い戦車を他国に作らせないようにする狙いがあったぞ。オノレブリカス。もしこの案が通っていたら B1 の計画は中止され、D2 がフランス戦車の主役になっていただろうな。ということは、B1 にとっては幸運なことに交渉は決裂し、最終的には1933年10月23日にドイツが軍縮会議から去ったことで、重量制限も何もかんもなかったことになった。あの軍縮会議も大概穴だらけよな。こうして B1 が形となってきた一方、D2 は未だ試験段階で、多くの問題を抱えていたぞ。というかどっちもルノーが開発を主導してるし、そこのさじ加減なのでは？ふふ、この後もっとカオスになるから楽しみにしててくれ。あ、察し。そして1933年末、フランス軍歩兵司令部は自らの要望に機械が未完成な D2 と、STN のコンセプトに基づく B1 の、どちらを主力の戦車とするか迷うこととなったわけよ。嫌な二択だなぁ。で、結局歩兵司令部は B1 を選択し、D2 の生産計画を大幅に削減したぞ。
まあ妥当な判断ではあるよね。一方 D2 の試験結果から、ST1 系列の砲塔は小さすぎることが発覚し、そのフィードバックを受けて B1 の砲塔リング系を 1022mm に拡張した上で、大型の巨塔交渉性 APX-1 砲塔を搭載することとなったんだ。さすが開発元が同じだからフィードバックがよくできとる。こうして1934年3月、ついに B1 戦車7両の製造契約が調印され、ひとまる2号車とひとまる3号車も生産型と同仕様に改造されたぞ。いえいえ。なおこの際ひとまる2号車にはアルモリカ、ひとまる3号車にはロレーヌといったフランスの都市や州にちなむ名称が与えられ、量産初号車はベルダンと名付けられるなど、ネタが尽きるまで継続されたりもする。ネタが尽きたらどうなるの？そこはおいおいね。はい。なお戦車の正式名称も晴れてシャール B1 となったが、時折見られる B1 の B は戦闘戦車の馬体を示す、といった言説を裏付ける資料は見当たらない模様。そういえばそもそも戦闘戦車ってワードが正式な故障ではない説すらあるって、さっき言ってたもんね。実際戦闘戦車ではなく重戦車として採用されたわけだし、単に D2 中戦車の D のような分類コードであると指摘する資料もあるな。これは沼の気配がする。さて話を戻そう。1934年12月には、さらに20両の B1 を製造するための追加契約ガルノーと締結された一方、D2 を50両製造する契約も結ばれたぞ。あ、結局そこそこの数を作るんだね D2。また後のルノー R35 となるルノー ZM 系戦車の開発も本格化しており、加えて騎兵戦車の製造契約まで結んでいたりする。なぜそんなに色々同時開発してるんですかね。オチキス社ガルノー FT を置き換える歩兵支援系戦車を提案したからだぞ。よりにもよって既得権益の保持が目的かい。なんせ当時40あった戦車大隊のうち、37が旧式のルノー FT を未だ運用していてな。戦術の通り歩兵司令部が、これの早急な代替を望んでいたこともあり、結構な市場になることが容易に想像できたんだ。D2 の増産じゃダメだったの？結局完成した D2 戦車は、ルノー FT の完全な代替を可能とするほど、安価でも軽量でもなかったんすよ。これはひどい。そこでオチキス社が1933年に提案したのが、後の H35 だったんだが、政治的な理由もあって、フランス国内の他メーカーに比較案の提出が求められたぞ。STN、助けてくれ。ちなみに STN は、ルノー FT を単方針 75mm 砲搭載の3人乗り中戦車で置き換えるべきと考えていたが、最後まで歩兵司令部と対立したまま、1936年4月2日に亡くなってる。大人の縄張りバトルの弊害がよりにもよってこんな形に。というわけで既得権益を守りたいルノーは、オチキスに先んじて試作車を提出すべく、リソースを割いて大急ぎでルノー ZM を開発したってわけ。ひどすぎて草も生えない。もっともこれでルノーの生産能力は圧迫され、最終的にフランス軍ガルノー FT を二次大戦でも使用する原因の一つになるっていうね。皮肉やな。もちろんそれは B1 の製造計画にも悪影響を与え、量産1号車の納入は1935年12月まで遅れた上、最初の契約で製造された7両は1936年5月になってやっと納品が完了したぞ。遅い。なお納入された車両の中には、75mm 砲や APX 砲塔が搭載されていない個体もあり、完全な形に仕上がるまでさらに時間がかかった模様。王国防を左右する兵器作ってる自覚あんのか？その次の20両に至っては1937年1月にやっと引き渡しが完了し、うち6両は FCM が製造を担当していたようだ。お隣でスペイン内戦始まってるのに、随分ゆっくりしてるね。そうこうしているうちにルノーの財務状況は悪化し、1936年末に YC、で、ムリノーにある工場が国有化されて AMX となり、そこで製造が継続されるぞ。AMX のルーツってそんな感じだったんか。なお同年には旧東交渉の UAU、マルメゾン工場も国有化され、ARL こと UAU 交渉となっているな。フランスの戦車関連メーカーはもうボロボロって感じ。そんな状況もあって1936年10月の B1 製造契約では、ルノーに代わって FCM が5両を製造することとなり、こちらは翌1937年7月末までに出荷が完了しているぞ。FCM、you know。 ちなみに B1 の製造コストは当初140万フランと、イギリスのマチルダ2が実に2両買える、最も高価な量産戦車だったらしいんだが、この量産効果で121万8000フランまで緩やかに下がっていったそうだ。それでも十分高い気がする。実際 D2 は61万フランなので、その倍近くあるぞ。こんな調子で十分な数の戦車配備できんの？
的、ないです。早くもフランスの装甲戦力はおしまいですねこれは。とまあなんだかんだ製造された B1 が最初に配備されたのは1936年初頭のことで、演習中に様々な問題が発覚したぞ。まあ初期不良は仕方ない。いや、そんな生優しいものではなくてな。実は SRA、B の頃から、燃料を積んだトレーラーを牽引することで航続距離を稼いでいたんだが、これが控えめに言っても実戦で使えるものではないと明らかになったんよ。まあイギリスもセンチュリオンで同じことしたし、多少はね、あれはちゃんと装甲化されてるけど、こっちはマジでただのトレーラーだから、は。戦場に行く気あんのか？これを受けて前線で戦車に燃料と弾薬を供給できる装甲車両の開発が始まり、ロレイヌ・シュレッパーことロレイヌ、37L として結実することとなるぞ。マジでいろんな装甲戦闘車両の開発に関わってんな B1。というわけで後期型車体ではトラクター牽引用のフックが廃止されてる。残念でもないし当然。で、なんやかんや1939年に全ての B1 が大隊に配属されたんだが、それと同時に近代化改修を受けることとなったぞ。生産をゆっくりした結果がこれだよ。改修では車体がオーバーホールされるとともに、砲塔の 47mm 砲が長方針の 47mm 砲となっているな。後の B1 ビスとほぼ区別がつかなくなったね。砲塔側面にある視察口の形状で判別できるらしいぞ。はい、なお製造メーカーは改良版タル B1 ビスや他の戦車の生産で忙しかったこともあり、改修のために B1 は各地へと散らばることとなったようだ。ぼちぼち二次大戦勃発だってのにこの悠長さよ。なので結果的に B1 を運用する予定だった戦車大隊は、大戦勃発時に一両の戦車も保有していなかったりする。必要な時に必要な場所にいないのが一番ダメってそれ一。なんとか1940年5月16日には御用が部隊に復帰したものの、その頃にはすでに独仏戦が始まっていたっていうね。こんなんじゃそら大戦で即死もしますわ。また復帰が間に合わなかったうち12両が、5つの中隊に B1 ビスと共に配備されて戦ったものの、指揮系統の混乱もあって満足な運用ができず、戦闘で撃破された車両より故障で放棄される車両の方が多い始末だったようだ。でもこれは B1 じゃなくてフランス軍の問題だと思う。実際一部の B1 ビスが英雄的な活躍を残した例もあるので、性能より運用の問題だってのはよく言われてるな。なんというか、気の毒に。その後は皆さんご存知の通り、路角や休戦後の引き渡しによって、多くの B1 が B1 ビスともどもドイツ軍の手に渡ったものの、彼らは回収済み B1 と B1 ビスを区別せずパンツァーカンプフワーゲン、ベイツバイ、740F としたため、正確な数は不明だ。まあさっきの近代化回収で、ほぼ仕様が同じになってるもんね。ただ火炎放射戦車に改造された一両が、ロレイヌこと103号車であることは分かっており、この車両は独ソ戦で撃破されたと報告されているぞ。そうなのか、またブルゴーニャこと人二人号車と思われる車両を含め2台が、状態こそ悪いものの現存しているな。確かに向こうの保存車両にしては状態悪いな。何でも長いこと屋外に放置されていたようで、修復も放棟しか終わっていないようだ。直してやってくれー。といったところで今回はここまで。次回は改良版タル B1 ビスや B1 テールの開発、そして関連する開発計画について紹介していくぞ。特殊戦工程以来の長尺シリーズ回になるねこれは。では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。ファンアート紹介コーナー。今回はミュウキことサークルメンバーの魔王に AI を活用して作ってもらった作品だ。おいきなりとんでもねえやつぶつけてくるのやめえや。というのもちょうど年も明けてキリがいいし、そろそろファンアート制作に AI を使っていいのかのガイドライン的なやつを出しておきたかったんよ。ああ、まあなんだかんだで結構普及してきたもんね。というわけで結論から言うと、ある程度人の手が入っていれば AI を使っても問題ないぞ。逆に言えば全部 AI に任せて作ったやつはダメってことね。だってそれ AI が私たちや動画のファンだって証明できなきゃ、もうファンアートって呼べないじゃん。それはそう。またストローちゃん曰く、自分も外語資料の翻訳の際に AI のお世話になっているので、あくまでツールの一つとして使う分には非難する理由はないとのことだ。ファンの情熱が作品のどこかに存在していれば、それはすなわちファンアートなのだ。ちなみにこの作品はソフトで作ったこの CG モデルを AI に食わせ、出てきたものに加筆して作ったらしい。これをこうしてこうぜ。おまじでやっていくスタイル。とはいえこれはこのくらいなら使ってよいよって説明に過ぎないので、別にこうやって AI を使って作れって言ってるわけじゃないことは確認させてくれ。お気持ち表明するなら、普通にファンアートってだけで嬉しいよ。ただし、現行法的にアウトな作り方をした作品は勘弁してくれとのことだ。
当然責任も取れない。そもそもファンアートだなんだ以前の問題だけどね、法の遵守。逆に言えばそれ以上は制作者本人の良心に任せるしかないとも言う。あとこの話はあくまでこのチャンネル限定のものだから、よそに押し付けたりしちゃダメだからね。と、年始早々ガイドライン的なものをぶちまけたあたりで今回は終わるとしよう。まあそんなに気負わずこれからもよろしくね。